先のお盆休みに、夫の実家に帰省した妻も、少なくないでしょう。また、間もなく訪れるシルバーウィークにも、配偶者の実家に行く予定があるご家族もいますよね。ところで、夫の実家に帰省するあなたに、夫には言えない本音があるように、妻の実家に帰省する夫にも、妻に言えない本音が隠されているかもしれません。決して本音を言わない夫が、あなたの実家に遊びに行くときにどんな心境でいるのかを知っておけば、さらに互いの実家との関係も良好になるかも。8年間主義として数多くの家庭問題に携わってきた筆者が、おうちいのの調査情報も参考にしつつ、夫が妻の実家に感じている衝撃的な本音をご紹介します。二人に一人は、妻の実家への帰省が楽しみ。20から59歳の既婚男女862名に、配偶者の実家への帰省は楽しみですか？という質問をしたところ、楽しみと回答した男性が 42.7% にも達したのだそう。一方、同様に楽しみと回答した女性は 31.5% にしか満たないことから、女性よりも男性の方が配偶者の実家に遊びに行くことを肯定的に捉えているようです。ちなみに、気が重いと回答した男性は 18.3% しかいないのに、対し、女性では 47.1% まで高割合に上ることから、配偶者の実家への本音、妻と夫でも大きな差があるようです。夫が帰省を楽しみにしている意外な理由、妻よりも夫の方が配偶者の実家に行くことを楽しみにしているのには、配偶者の実家で気をつけていることにも関係がありそうなんです。ズバリ、配偶者の実家で気を使うことは何ですか？と質問してみると、女性は、家事、手伝いが 36.0% で最も多かったのに対し、男性は、特になしがダントツに多く 57.3% にも達しました。一方、女性で、特になしを選んだ人は、わずか 26.4% にとどまり、男性の方が女性の2倍以上も、配偶者の実家で気を使わずに、過ごしているよう。夫と妻の実家を近づけるコツ。どうやら、夫の方が妻の実家に行くことを、心待ちにしている理由は、特に気を使う必要がない、と、考えている男性が多いことにありそうですね。このように多くの男性が、妻の実家に行くことを肯定的に、捉えているのに、もしもあなたの夫があなたの、実家に行くことを露骨に嫌がっているとしたら、ひょっとすると、夫はあなたの実家に対し、不必要なほどに気遣いをしてくれている可能性もあるのでは？気を使わないでいいからね、と一言、添えてあげるだけで、あなたの実家に積極的に、行きたくなってくれるかもしれませんよ。いかがですか？妻の実家と夫の関係が、良好であるほど、夫婦関係も順調になりますよね。あなたの夫があなたの実家にどんな本音を抱いているのか、参考にしてみてください。